スノーマンナウール、バックの端っこで踊った思い入れのある場所、幸せ、初の東京 D 公演。9人組アイドル、スノーマン、が10日、東京、文京区の東京ドームでグループ初のドームツアー、アイドーミー、4都市10公演、の東京公演初日を迎えた。初週売上 106.1 万枚を記録した3枚目のアルバム、アイドーミー、を引っ提げ、デビュー曲の、DD、や、合言葉、など全35曲を披露。2019年8月にデビューを発表した地で、貫禄のパフォーマンスを見せつけた。ラウール、19、声を出せる状態と、ドームということでファンの方と心と心のつながりを感じる。バックの端っこで踊った思い入れのある場所ということもあって、幸せ。同時に、責任感も感じている。次は5大ドームツアー。行けるところまで行きたい。